ボンドチャンネルをご覧いただきありがとうございます。本日はボンドカーズ東京より車両紹介の動画をお届けいたします。今回もよろしくお願いします。お願いします。今回ご紹介させていただく車がポルシェ911 GT3 RS 2019年式3600キロこちらの車両になります。やってきました。カーセンサーで一番高いやつ。そうですね、言わないで、まあはい、ということで今回この車両、まあ、中古車相場で少しこう頭一つ出てるぐらいの価格設定だと思うんですけども、その高い理由を今回一つずつ見ていきたいと思います。でもうざっくり言うと、まずオプションが結構ついてるのと、はい、あと今回ご紹介させていただきますけれども、テックアウトのパーツがなんとほぼフルでついてると、はい、でそれの総額が約600万円ぐらいついてるということで、かなり豪華な車両なんですよ、はい、ただテックアウト GT3 RS 用のパーツってこう派手な感じじゃなく、はい、そうですね、純正然としてるこうスタイリングなんで、なかなか分かりづらいと思うんですけど、かなりいろんなところついてるみたいなんで、その辺を順番にご紹介させていただきたいと思います、はい、でまずそのテックアウトのパーツの前にこう色いいっすね。要するに一番かっこいいっす、はい、あのクレヨン別名チョークなんですか、はい、ということで割と人気の色じゃなかろうかと、はい、でコンディションもかなりいいっすね。そうですね、プロテクションが貼られてるのでボディ状態かなりいいと思います。ここから前全部貼ってある感じですかね、はい、ということでやっぱりこの辺の車両だと走ってる個体だったりだとか、またこうアグレッシブな走行されてる車なんかもあるんで、はい、割とこうフロント周りダメージがある車なんかも少なくないと思うんですけど、今回の車は距離もかなり薄いのと、はい、まあ、プロテクションがかなり早めの段階で施工されているということで、もうほぼなんか前回りいいですよね。飛び石もなんか目につく傷がない感じの、うん、はい、かなりコンディションがいい個体になっております。そしてテックアウトのパーツがなんと、はい、ここ全部テックアウトのパーツ。そうです、フロントのリップの部分ですね。これ形状的には純正形状ですよね。ほぼ、はい、そうですね、はい、ということで、はい、大きくこうスタイリング変えないでこのカーボンの目が出てるタイプになってるということで、はい、でカーボンもこれ中央に寄ってるデザインなんです ね、 そうですね、はい、やっぱりこの辺ドイツ中なちゃんとしてますね、はい、で強度だったりもバッチリですし、まあ、はい、形状大きく変えてないんで空力的には問題ないと思うんですけど、はい、池田君知ってますか、テックアウトのエアロパーツって全部風洞実験もしてるんですよ。言ってましたね。でさすがに自社で風洞のあの設備はないんで、まあ、近くの大学のなんか設備を借りてるらしいんですけど、ちゃんとその風洞でちゃんと空気の流れを計算して、まあ、製品化してるそうです。まあ、あれですね、そうすると性能的にも純正より落ちてるってことはなさそうですね。ないです、はい、っていうのもドイツだとやっぱりアフターパーツとはいえ、うん、リアル300キロの世界なんで変なのをこうつけちゃうと本当にアウトバーン飛んでっちゃう、うん、ということでその辺なんかもかなりしっかりしてる、はい、そしてあとここもテックアウトのパーツですよね。そうです、はい、というわけでこの辺も、まあ、純正形状のまんまカーボン化されてるということで、はい、前回りもだから割と乗りやすさもあるのかなって、うん、と思いますね、はい、だ結構こう派手になっちゃうとちょっとそういうのはあんまりっていう方も少なくないと思うんですけど、うん、これであれば本当になんか純正のカーボンパッケージみたいな。そうですね、純正オプションって言われてもちょっと知らない人からしたら分からない感じですよ。で知ってる人からするとおおいいのついてるね、はい、そんな感じのスタイリングになっております。そしてあとはここもテックアウトの、はい、そうです、カーボンのインテークになってるということ でこれなんか今外した純正品を見たら、はい、純正もカーボンなんですね。一応素材はそうですね、はい、本当にビジュアルだけになりますけど、はい、この辺もちゃんとテックアウトのインテークになってると、はい、そしてプロテクションも綺麗に貼ってありますね今回の車両。そうですね、はい、貼り方重要くないですか。あと劣化具合もうちょっと貼り替えた方がいいんじゃないですかっていうのも稀に見かけるじゃないですか、はい、これそのまんまなんか乗れちゃいそうな。そうですね、だとこういう全然もっと綺麗だと思います。隙間なんかも割とクリーニングされてて、はいはい、かなり綺麗に貼られてると。だと純正オプションもなんか今聞いたら500万円分ぐらい入ってるということで、はい、かなり入ってます。 LED のヘッドライトだったり、はい、結構 GT3、GT3 RS ってもう何もつけないパターンもなくないじゃないですか。そうですね、意外とそこまでこうヘッドライトも変な話、まあ、LED じゃなくても既製のんで十分だよって方も走る方多かったりするので、意外と探してみるとそんな多くはないですよね。ということで今回の車両はしっかりこの辺もついてる、はい、そして早速横に回ってきてもいいでしょうか。はい、あのこれカーセンサーだったりうちのホームページチェックされてる方はもうご存知かと思うんですけども、一度こう車外ホイールではい、掲載させていただいたのをちょっと仕様変更、お色直しさせていただいて今回純正ホイールでご案内させていただくと、はい、で純正ホイールもこれほぼ減ってないですね。はい、そうですね、タイヤも、はい、結構早い段階で多分車外のホイール履いてたと思うので、はい、タイヤはまだ水は十分あります、ね。まあ、新車装着のタイヤなんで製造年は18年になってましたけども、はい、かなり溝ももうフルフルで残ってますし、はい、やっぱり純正かっこいいですね。これまたサテンブラックなんでホイールが、確かにそこがいいですよね、車に合ってますということで、こちらのホイールが装着されています、はい、そしてあとブレーキもオプションのカーボンセラミックが入っているということで、はい、ECC ですね。これカーボンセラミック装着率ってどうなんですか。まあ、GT3 RS は、まあ、半々くらいだと思うんですけど、あのここ結構意見分かれるところで、あの、まあ、やっぱダストも少ないですし、
あの高額オプションで入ってた方がいいとは思うんですけども、サーキット走られる方とかは逆にスチールの方がいいって方も中にいらっしゃるんですよね。なるほど。でスチールで例えばローターとか変えちゃうって方も多いので、ここはちょっとその使用用途とかあのそれによっても分かれる部分かなと。ただ入ってる方がやっぱ我々としても、まあ、何百万円もするオプションですから、この辺なんかもしっかり入ってると、はい、あと今回中でご紹介させていただきますけども、リフターもなんとついてるということで、はい、やっぱりこうリップ結構出てますからね。そうですね、はい、この辺もついてて嬉しいオプションじゃないでしょうか、はい、であとなんとこのフェンダーウェイのこのダクト、はい、これもテックアートに乾燥されてるということ で、はい、こっちもカーボンになってると。これなんか純正でも設定あっていいぐらいのなんかクオリティとスタイリングですけども、はい、この辺なんかもしっかり交換されております。そしてあとサイドスカートも、はいはい、テックアート製のカーボンサイドスカートになっております、はい、この辺もいいですね。最高です。そしてこの上ミラーも、はい、これもテックアートのカーボン、はい、全部今回だからついてる感じ。1個だけないです。リスト見たらなんかカーボンフードだけ。そうです、フロントのボンネットフードですよね。エアロー、カーボンエアローボンネットが今回ついてないです。純正がもともとカーボンなんですよね。そうです、材質はそうですね、はい、だから見た目的にこうカーボン目を出すか、はい、出さないかぐらいの違いになってくるんで、まあ、この辺は今回ついてないんですけども、しっかりここは入ってると、はい、でここだけじゃないんですよね、はい、こっちのこの三角形もカーボンのカバーがついてるということで、はい、豪華です。そしてあと今回のお車はバイザッハだったりはついてないということで、はい、通常のルーフですけれども、はい、こちらのタイプになっております。そしてあとここのフェンダーのダクト、はい、これはでっかくなってるんですよね。ちょっと大きくなってますね、はいはい、ということでちょっとこう空気がで当然カーボンの目が出てますし、あとここはちゃんとこう整理を考えた造形になっているということで、はい、こちらもこの辺もあのパーツ全部金額入れたいと思いますけど、はい、あの結構な金額するということで、はい、この辺なんかもしっかりついてると。そしてリアに関しても当然カーボンセラミックですから、はい、こちらのブレーキになっております。リアもタイヤバッチリですね、はいはい、そして後ろに回っていくと、はい、後ろもテックアウトのパーツ盛りだくさん満載です、はい、まず上からいっていいですか、はい、まずルーフの、はい、ルーフスポイラーですね、はい、こちらのスポイラーがついていると、はい、これもちょっと造形が少しこう、はい、ちょっと反り上がってこうリアウィングに流れる、はい、空気をこう引き剥がした方が整流がいいんですよね、はい、ということでこの辺なんかもしっかりついてて、こっちの後ろに来てエンジンのこのカバーもこっちのテックアウト製になってる、はい、でここはちゃんと抜けてて、はい、ポルシェロゴが出るようになっていると。そしてこの大型のウィング、はい、これもおおよそ GT3 RS 純正のウィングと形状一緒ということですけど、うん、はい、これも全部カーボン製ので、実はこれこことここ別のパーツなんですよね。はい、そうです、翼端板とは別ですね。ということで今回両方カーボンのものが入っているということで、でこの足は純正なんですよね。そうです、ステーは純正、はいはい、ここは純正と、はい、ただ純正と同じように調整の機構もついているということで、はい、前に3段階、はい、こう上げたり下げたりもできるということ で今一番上がってる状態ですかね。そうですね、はい、こちらのウイングもついております。そして下に回っててこのディフューザーもテックアート製のカーボンディフューザーがついてると、はい、豪華ですね。最高です。そしてこの横のダクトも、はい、これはあれですよね、あの僕ごときが言うのもなんなんですけど完全見た目ですよね。まあまあまあ、はい、そうですね。ただ統一感はかなりやっぱりあるから、はいはい、この辺なんかもしっかりカーボンのものがついております。そしてリアのマフラー、はい、これがなんと車外のアクラポ製のものになっているということで、はい、確か純正もアクラポじゃなかったかなと思います。はい、ただもちろんその純正いくらアクラポといえおそらく制約がいろいろあると思いますので、制約が全部解き放たれた、はい、アクラポの性能が一番出せるタイプのマフラー、はいはい、でこれシステム的には、はい、これキャタ5を交換している感じですね。そうです、キャタ5になります。ということで音もだいぶ変わっていると思いますし、当然チタン製なんで重量増なることなくこちらのマフラーになっております。そしてこちらリモコンがついてますんで、はい、まあ、音量バルブの開け閉めができるということで、これはこの後聞いてみたいと思います、はい、じゃあ続いて内装を見てみたいと思います、はい、内装もいいんですよね今回の車は、はい、なんとレザーパッケージが入っているということで、はい、このドアの上側も全部レザー。これレザーパッケージとはいえ外から特にこのドアの上のところとかって見えるじゃないですか、はい、だいぶこう豪華さが違うなと。あともう一点いいのはこれ耐久性がすごいあるんですよね、はい、レザーパッケージだとそもそもなんかここの取り付け方の構造が違うとかっていうんで、こう991あるあるのここが浮いてきちゃうのがほぼないということで、はい、その辺なんかもしっかり入っていると。そしてあとカーボンのインテリアも入っているということで、はい、この辺のカーボンのパネルなんかもしっかり入っていると。そしてあとはこのドアの取っ手って言えばいいんですかこれ、はいはい、これも今回クレヨンということで、ここがクレヨンということはシートベルトもそうです、クレヨンにしっかりなってると。はい、いいっすね、なんかおしゃれな感じがすごくします、はい、そしてこれダッシュボードも当然レザーですし、他のところは全てアルカンターラと。
そしてハンドル鑑定しますね。はい、モケモケ度 85% です。はい、ちょっとこの頂点が少し寝てるかなと、毛が、うん、ただこれなんかリフレッシュしたらいけそうな気はします。はい、全然大丈夫だと思います。ということで全体的にはかなりコンディションが良好でございます。はい、そして当然リフターの方なんかもついてますし、あとオプション的なものでいくとどの辺になるんでしょうか。あとドア開けたところのスカフ、あ、そうですね、はい、カーボンのスカフプレート、エントランスのこのイルミネーションもオプションのものがしっかり入っていると、はいはい、あと個人的な要望としては、はい、シートのクッション、はい、この辺なんかをテックアウトで変えたい。あ、そうです、ね、はい、これ今多分編集でいろんなものが入ってると思うんですけど、はい、あのタータンチェックにしたりだとかペピタにしたりだとか、はい、いろいろできると思いますので、うん、まあ、その辺リフレッシュにもなりますし、はい、ドレスアップにもつながるので、うん、まあ、この辺なんかも非常におすすめでございます。あとはマット、はい、マットも当然このオプションというかのものついてますけれども、はい、こちらもいろいろテックアウトでオリジナルのものが制作できますので、はい、まあ、インテリアのカラーなんかに合わせていただいてもいいのかなと、うん、ただ距離薄なんでマットも非常にコンディションいいですね。いいですよね。というわけでこんな感じのインテリアになっております。続いて排気音聞いてみたいと思います。お願いします。行きましょう。はい、じゃあ今回は池田ドライブからということでお願いします。あれ池田君ちょっと足りなくない？そう、ね、グローブとヘルメット とそういう車ですよね、はい、じゃあその動画は別の動画になってますけど、そちらをご覧くださいませ、はい、行きましょう。はい、いやめっちゃいい音してる。いや、いいですよね。いい、やっぱこのチタンのマフラー最高ですよね。いやもう音が今なくなる現代、この音って重要くない？重要ですね。なんかさ、このドライバーに訴えかけるというか、やっぱりその車外マフラーもパワー出る動向も もちろん重要なんだけど、音ってめちゃくちゃ重要だと思う。いやそうですね、特にやっぱ車好きな方ってやっぱ未だにやっぱ音重要だよねっていう方が多いと思うんで、時代にはちょっと反してますけど。いやだからフェラーリもある年式の方がすごい、ね、人気あるっていうのはその音すっごい重要だと思う。やっぱりいやそうですよね。これなくなっちゃったらまた別のこう世代というか時代だなって思います、はい、そしてちょっとエンジンルームの紹介今回してないですけれども、はい、一応排気量の方が4リッター、はい、馬力の方が520馬力、はい、リッターなんと130馬力ということで。そうなんです。もう NA でリッター130馬力ってまあまあ狂ってますよね。まあまあ狂ってると思いますよ、はい、まあ、この現代においてそうです。 GT3 よりも20馬力アップですよね、はい、で GT3 とはもうそもそもエンジンが違うんですよね。はい、あっち 3.8 なんでもうそもそもスタート地点が違ってくるということで。そうですね、はい、そしてもうこれちょっと動画で伝わるかわからないですけど、後ろからのこの動力感の感じがすごい、はい、まあまあメカニカルノイズありますよね。する排気音もそうだし、こう背中の後ろでもうメカがいろいろ動いてるんだなっていうのがすごく伝わります。そうですね。で足はなかなか硬いです。硬いですね。で今回足これノーマルですよね。ノーマルです。はい、そしてちょっと紹介抜けちゃいましたけど、このフロントガラス、はい、もう今回プロテクションが貼ってあるということで、やっぱりこの辺飛び石も食らいやすいと思いますし、ただフロントガラスのプロテクションって結構ワイパーとか、まあ、その辺で劣化するんで、はい、まあ、大体1年に1回ぐらい張り替えていただくとこの透明度が保てるということで、結構フロントガラスなんかも一撃食らうとでかいですからね。そうですね。というわけでその辺なんかもしっかり、そして今回はドライブレコーダーとレーダー探知機もついてます。ついてるということで、はい、だこれ何もしてない車をじゃあここまでしようと思ったらもっともちろん金額がかかる。かかりますね。でテックアウトのパーツ代だけで大体500万から600万ぐらいか、はい、かかってるってことなんですけど、もちろん工賃入ってないんで、はい、だその辺を加味していただけると、うん、まあまあまあ納得の金額になってるんじゃないかなと思われま す、ね、オプションも本当多い方なんで、これメーターもホワイトメーター、はい、黒のもホワイトですし、はい、そうですね、結構オプションも多いと思うので、まあ、納得というかまあそうですね、僕は割と適正な価格帯には入ってくるんじゃないかなと思ってます、ね、
で、まあ、唯一ちょっとその大きいモデル入ってないのはそのクラブスポーツパッケージとかバイザッハが入ってないんで、はい、ロールケージなしということで、うん、後からぜひ入れてほしいです、はい、後からも入れられるんですよね、はい、ということで、まあ、あとはそのだからバイザッハ入っててカーボンのフになってるとか、はい、カーボンフードになってるとかの違いはあると思うんですけど、個人的にはまあ、元々カーボンじゃないですかボンネット、はい、なんでちょ黒くなっちゃうのはこうやる気出しすぎちゃってるかなっていう、見た目的にもそうですよね。それはそれすごくいいんですけど、まあ、この辺のレーザーパッケージ入ってる内装からすると、うん、やっぱり同色ボンネットの方が、はい、まあ、しっくりはくるのかなっていうのはちょっと思いました。そうですね。あと緑とかさ、ちょっとこう赤とか、はい、ちょっともうちょっと派手な色だったら、まあ、ボンネットまで違う色でもいいのかな、ルーフも違う色でもいいのかなって感じしますけど。確かにそうですね、はい、まあ、どっちにしろ入ってようか入ってなかろうか僕ごときじゃこんなん使い切れないんで、はい、やっぱロールこの見た目だとやっぱロールケージは結構欲しいところですよね、うん、あのウイングだしね。そうですね。そしてウイングといえばいろいろなこう諸説騒がれてますけれども、はい、そのまま車検通るのか通らないのか問題まあその辺ですよ、ね、はい、詳しい方いらっしゃいましたらぜひコメントいただきたいですけど、はい、なんか説によるとなんかなしで登録されてる新車登録が、新車登録時ですね。ただついててもなんか車検に通るケースもあるとかっていう、はい、ということでちょっとその辺が、うん、まあ、言っても最終的には現場でその測ったり検査官の判断だったりもするんで、はい、まあ、その辺が違いがあるんでしょうけど。そうですね、ちょっと陸運局ごとでもその辺のちょっと判断はやっぱどうしても人が見てるので変わっちゃう部分は若干あるのかなとは思いますね。もちろん当社で購入されたものに関しては責任を持ってそのまま、はいはい、車検だったりメンテナンスもできるようになってますんで、はい、お気軽にご相談いただけるといいんじゃないかなと、はい、どうですか乗った感じは。いやすごい素直ですよね。全部の操作が、まあ、こう唐突な感じはなくて、うん、本当にステアリングも反応もちろんクイックでいいですし、ただそれも唐突じゃなくて、うん、素直な感じ。あのね、それは素人の僕でも分かるんです、うん、なんかステアリングがさ、あのマクラーレンみたいにもうカミソリみたいなステアリングフィールじゃなくて、そうですよね、すっごい操作感あるんだけど、なんかこう遊びがめちゃないわけじゃなくって、そうですね、本当にちょうどいいんだよね。ちょうどいいです。なんで一番本当に素直に動いてくれる感じ、さすがポルシェだなっていう。でここはやっぱりねドイツのあの道を走り込んでないとできないなっていう。最高です。なんすかねこのバイクみたいな吹き上がりと、バイクだよね、音と。本当にこれもう何回も動画でなんかいろいろ言ってる気がするんですけど、 GT3 のエンジンって最高ですよね。これレスポンスとさ、この難速の PDK のこのさ、変速した瞬間が一番好きなんだよね。いやそうなんです。ダウンもアップもダウンも全部電光石火、カーパーンってそうですね。これはさもう完全に非日常だよね。いや最高ですよね本当に。なんか最高以外の言葉がちょっと見つかんないんですけど、最高のその上です。もうそうですね、はい、でも本当にこの間ツッチあのモテギ来てくれた時に言ってたんですけど、はい、ポルシェのその R1 の動きがすごいあのサーキットだとよく分かるんですよね。めっちゃ分かる、びっくりした。あれこの車だったらもう多分やばいでしょうね。あ確かに、もう本当にいや彼らであの走りするんだから、 GT3 ってどんだけなんだよって思っちゃう。ちょっとですよね。いやでも本当にでも乗りにくさがないなくてこの速さなんですごいですよね。でもこの辺の年式だとさ、そのもちろんその持ってるものの良さもありつつ、うん、その電子制御の部分ももう最大限生きてるわけじゃん、はい、リアの 4WS だったりトラクションコントロールだったりだとか、はい、その辺なんかが組み合わさったら、うん、もう本当にスキルがなくても、まあ、ある程度走れちゃう。そうですね。それこそスキルがあったらとんでもない速度で、うんうん、回れちゃう。もう本当街中でも後ろのやっぱ安定感すごいですよね。やっぱエンジンも後ろで、やっぱ重量バランスも後ろ寄りだと思うんですけど、タイヤもそれでしっかり325の太さが入ってて、街中でこうゆっくり走っててもそれは感じ取れる。逆にダウンフォースがこう効かない、空力が効かない速度域、この街中とかだとちょっとフロントが軽く感じる方は多いと思います。でもやっぱこれだけエアロパーツと空気の流れを計算して作られてるんで、高速域になるとフロントもしっかりダウンフォース発生すると思うんで、だちょっと硬めに感じるこの足も多分速度出せば出すほど安定するんだろうなっていうのをすごく感じます。そうですね、正直街乗りだと結構硬いし、はい、
あとロードノイズだったりだとか、あと音がやっぱりメカニカルノイズが結構大きい。興奮するっすね。するだからもう全然街の上でも雰囲気だけは全然楽しめる。でまあ本当に微妙な違いかもしれないですけど、 RS になるとまあご存知の方も多いと思うんですけど、リアガラス、それから、うん、後ろの三角窓がアクリルじゃないですか。あ、これアクリルなんだっけ。そうです、ポリカーボネート、アクリルかな、ガラスじゃないんですよ。そうか、軽量化で。なんでちょっとその辺の音の車内の音の入り方と違うと思います。あ、確かにね。いや、すげえな、これはもう電動入りだよ。電動入りですね。僕あの正直一番好きな車ですね。ああ、はい、もうレーシングカーそのもの、やっぱり僕もこうモータースポーツやってた時もやっぱ1個の憧れってポルシェのやっぱカップカーとか、いまだに乗りたいって思うぐらいなんで、一番それにやっぱ近いですし、それが買えるってすごいよね。すごいですよね。でも本当乗ると分かるんですよね、もうレーシングカーそのまんま行動に走らせてるような車ですよね。996から RS が出てるんですよね。そうです、996からです。最初まあホモロゲですよね。でもそう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 、でも今そのホモロゲでその台数作る必要もなくなっちゃったけど、ちゃんとそのもう本当にまんまサーキットみたいな車を今でも作ってる、はい、うん、で街乗りも全然あのぎこちなさは全然ない、ね、この間乗らせてもらった空冷の方がよっぽどまあ、あれはあれでまた癖があって面白いですけどね。え、ちょっと今回あの過去一あっという間なんだけど、このファミリーマートまでが。あ、そうですね、うん、確かに。いや気持ちいい、気持ちいいね。だからさ、もう移動じゃなくて本当になんかバイクとかカートに乗ってるぐらいのこう爽快感。そうですね、これはこの気持ちよさ、やっぱターボエンジンだとここまでではない気がします。正直なところターボエンジンはターボエンジンで絶対いいんですけど、うん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 、また別だよね、これ ね。あ、ちなみにステアリングは切れ角全然ないんで、はい、GT3 RS。 そうなんだ、はい、うわ全然小回り効かな かない、こんなに効かないんだっけ、はい、GT3 RS。 そうなんですよ、小回り効かないんですよ。よいしょ、 4WS といってもダメだ、はい、うわすげえ。やっぱ素直っすよね、ほんと滑らかで。なんだろうな、この感覚ってないね。ないです、絶妙ですよね。なんだろうな、ただ遊びがあるとかっていう次元じゃないんだよね。なんか本当にちょうどよく調整されてる。そうですね、でなんか遊びがあるより多いじゃないですか。その遊びと思ってる部分も本当にミリ単位で絶対車反応してくれるんですよ。だからなんか絶妙な感じで。なるほどね。そしてポジションは正直もうちょっとシートポジション低くてもいいかなっていう気はします。一番低いですよね、はい、今肩と同じこのぐらいなんで。そしてちょっと高さ調整はこれあれですよね、できないんですよね。できます。あ、できるんでしたっけ。前にあります。あ、前か、あ、ここか、はい、はい、後ろ側が上がる感じですよね。はい、はい、いや、いいな、結構背もたれは立ってる方だと思います。うんうん、まあ、この辺調整するパーツだったらいろいろ出てますから、はい、音が普通じゃないよもう。いや、後ろから聞こえてくる音やばいですよね。なんかね、本当にね、エンジンとね一体になってる感じがするよね、うん、車と一体になってるのもそうなんだけど、はい、エンジンと一体になってる感じがするんだよな。でも大げさかもしれないですけど、自分もこの車の部品の一部っていう感覚になり、そう、振動もすごいですし、うんうん、でね、しかもそれがね自然にできるん。そうですね、なんか乗らされてる感じもそんなに強いわけじゃないし、そう、なんか自分の思ってた動きと違う動きするわけでもないし、うん、これはいいよ。なんか最近ポルシェまだまだすごい元気じゃない、はい、スパイダー RS が出たりとか、うん、GT3 RS もなんかどんどん納車になってとかってあるけど、はい、なんか枠がない。うーん、確かに。なんか買うのもそもそも買えない、うん、まあ、付けられないものもありますもんね、うん、中には。せ頼んでも来ない。そうですね。あ、そうそう、そんでオプションもなんか一部選べなかったりとか、はい、なんか GT3 RS 新型もなんかすごい制約があって、うん、なんかカーボンセラミックもなんかオプションで選べないとかなとかあったりとか、まあ、その辺は部品供給の問題だったりだとか、まあ、車両自体は多分その生産できる枠が多分その生産能力以外のものが今最近あるじゃん、はい、
その企業の平均燃費的なものだったりとか、うん、排ガスの部分だったりとか。そうですね。だから今後間もなくなくなってっちゃう方向性の、うん、いや、いつ本当にハイブリッドになっちゃうかっすよね、ポルシェとかも。だって718のハイブリッドも走ってんだって。もうまあ、え、全然出足もこんなにギクシャクしないんだっけ。しないです、意外と。まあ、ただやっぱクリップとかはしないので、うん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 、そこら辺の慣れは必要かもしれないです。でもなんかうんみたいな感じじゃないそうですね、普通に難速 PDK でめちゃくちゃいいですね。だ、昔のさ、なんだっけ、 SMG46 の、ああ、うーんっていう、まあ、シングルガチですもんねあれね、全速力で走らないとちょっとこう、そうですね、街乗りギクシャク感は昔はありましたけど。わ、全然スムーズ。スムーズです。で、変速のラグないですよね。ないないない、本当に電光石火、めっちゃ滑らか。あー、本当にね、ステアリングマジで絶妙。そうっす、足の硬さもなんかさ、硬いんじゃなくてこう本当にしっかりしてるっていう、そうそうなんですよね、表現が一番多分適切だと思う。ただ硬いだけじゃなくて、でこれあのスタビも確かカーボンなんだよね、はい、CFRP 製なんだよね。あ、でもスタビカーボンってバイザッハじゃなかったかな。バイザッハだっけ、確か標準あれか、シールか、はい。ゆる走り込んでるだけあるなっていう感じですよ、本当に。これどうやったっけ、開かないの。下で開きます。今でも開いてる。開いてんだ。開けてあるんです、ね、そうです、リモコンと純正のも生かしてるんで両方使えるんだ。そうです、そうです、両方使えます。なるほどね、リフターもついてて、はい、はい、モード切り替えなんかいらないんですよ、常にオンなんです。もうごめんなさいっていうあれですけど、僕も、まあ、コンフォートで最初出ましたけど、結局こんな車乗っちゃうと常にスポーツプラスで走っちゃうんですよね。確かに、ここでまめに切り替える必要はないんですよ、ね、いいなぁ。いや、だからこれ本当にもう一台持ってて、なんかこう特別な存在として所有するのもいいし、はい、本当に好きな人だったら別にこれだけでも、まあそうですね、全然、うんうんうん、もちろん実用性って言われるとちょっと欠けちゃう部分あると思うんですけど、全然1台でも成り立つ人は成り立つと思います。ちょっとこれ行ってみたいです、サーキットに。そうですね、行きたいですよね。全然走れないけど。いや、でも僕は、まあ、自分の腕に自信があるどうこうじゃなくて、うん、この車の動き挙動をやっぱ知っちゃうと安心して踏める車なんだろうなっていう、あ、やっぱ感じはしますよね。フトチェンジのね、バーンって音がね、最高ですよね。最高です。一般道だと本当それこそ1速2速入って3速じゃないですか、うん。もっとシフトチェンジしたくなっちゃうんですよね。そうね。もっと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 って。けど全然こう普通に50キロ60キロぐらいで流そうと思っても全然大丈夫。そうですね。ギクシャク感ないし。あと足がバタバタしないんですよね。ああ、そうね。硬いは硬いですけど、本当土がさっき言ってたようにしっかりしてるっていう感じで。一発で収束するもん、はい、マシンってちゃんとこう伸び縮みはしてるんですよね。やっとね、タイヤがやっぱりいいと思う、うんうん、ポルシェ承認、あ、認証タイヤ、はい、うん、だからアフターの同じサイズと全然違うんだよね。あ、そうなんですか。そう、ポルシェの純正 の、あの認証タイヤとそもそも太さも違うんじゃなかったかな。パターンとかも全然違うんだよね。あ、そう、結構アルピナとかはそのタイヤでなんかその車のキャラクターが、はい、アルピナ認証タイヤとなんかそうじゃないので違うとかって言うけど、はい、まあ、この辺もやっぱり全然違う、うん、なんだっけな、うちのカメラマンが言ってたけど、なんかね、認証タイヤとそうじゃない同じサイズ同じ銘柄ので、うん、でサーキットでなんか試してみたみたいな動画が確かね YouTube 上がってるんだって。タイム違うらしいよいや本当に本当に、
じゃあコンパウンドとかやっぱり全然違うんですかね。いやまあそれタイヤによってだと思うけど、やっぱりそのタイヤも含めてセッティングしてあるから、そう車の挙動にかなり影響が出るっていう。まあ、そりゃそうだよね。だってこの辺の車なんかさ、それこそタイヤでもう全然違ってくるわけじゃん、うん、まあそうですよね。それが何でもいいはずなくって、もう本当に重量からバランスから何から何までこう本当にミリ単位とかグラム単位の話ですもんね。あー気持ちいい。これ なんて表現すればいいのかな、このさ吸気の音が急に大きくなってさ、シュポッていう ありますよね。バーンってこれさっき横のそれこそドアのリアフェンダーのダクトとかも、まあ、エンジンルームに吸気してるじゃないですか。フロントもフロントで、あのボンネットのダクトちゃんと、うんうんうん、ちゃんとね穴が開いててね、あれブレーキ冷却みたいなんで、だからもうそのダミーのダクトが一つもないって、ないです。ちゃんと本当に全部が全部機能してるっていう。最近も言ったらダミーのダクトだらけですからね。そうですよね。それがもうダミーが一つもない、本当に走るための。そしてブレーキのフィールは全然カーボンセラミックだけど、ススっていっちゃう感じでなく、そうですね、はい、一般道走っても全然こう、あ全然全然大丈夫、使える制動力もありますよね、はい、カーボンセラミック本当メーカーによって全然違うよね。違いますね。結構スーっていっちゃうのもあるしさ、温まんないと使えないのもあるけど。そうなんですよね。で割と僕の個人的な印象ですけど、普通のスチールローダーよりその奥が硬い。あーそうですね、うん、少し行ったところで踏み応えがある。まあ泣きとかそのダストっていうのを考えると圧倒的に PCCB いいと思いますね。そうね、うん、ただコストパフォーマンスとかそのあたり、あとまあさっき走る方、細かい方とかはスチールでやっぱいいローター知ってる方もいるので、そこは好みでっていう感じですね。うるさいなうるさい。いやでもちょっと久しぶりに乗ったんですけど、背中振動すごくないですか。ああすごい、こんなに結構振動くるんですね。すごい、すげえいい音してる。レーシングカーですね。これ高回転で回してるときは結構室内の会話厳しいぐらいの音量ですよね。厳しい厳しいけどね、なんか耳が痒くなる感じじゃないんだよね。じゃないですよ。いや気持ちいいですね。気持ちいい、本当に本当にバイクに近いよね、この爽快感は、はい、ちゃんと揃った綺麗な音になりますからね。でステアリングも本当に絶妙なんだな、ブレーキも、まあ、トータルバランス超いいですよね。あとこんなに車重が軽いのに1400キロだっけ。1400ちょっとですね。なんかこうなんだろうな、本当に軽やかで、うん、なんていうの、軽くてペラペラな感じしないんだよね。本当にしないですね。なんか本当に、まあ、路面に吸い付くほどのまだあれは行動だとあれですけど、ちゃんと車もしっかりこう動き落ち着いてますよね、うん、だって200キロ出すとダウンフォース何キロだっけ、500キロだっけ、400キロだっけ。あ、そんなですか。そう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 、 GT3RS そうだよ。レーシングカーですね。100キロでもね、確か200キロぐらいダウンフォース出るんですよ。大体でもそのぐらいの速度になってくると、もうあと空気との戦いだからね。そうですよね。だって最高速330キロだっけ、そのぐらいだよね。 GT3 RS って確か、はい、300キロちょっとかな。いやーいやいいよ、動きがもうめちゃくちゃいいですね。てか助手席でも本当にだから土をモテギで感じたのと一緒、助手席でも絶対は分かるんですよね。車が好きな人だったら、あわすげーっていうのがすぐ分かるはずです。正直でもね、サーキット走ったらね、また別の次元だったけど、あ後ろの動き、特に、ね、特に こういう動き、あそう池田くんの M3 乗った時と、はい、うちのカメラマンのポルシェ乗った時のこのお尻の動きの違い、あびっくりした。違いそうですよね。なかなかさ、こう横にそんなに G がかかるのって行動だとないじゃん、うん、まあ C1 とかもあればそうかもしれないけど、まあ言っても制限速度高が知れてるんで、うん、本当に多分全くこう FR と IRR で乗り方が全然やっぱ違いますよね、うんうん、頑張るところ頑張らないところとか
だってモテギのあのショートコースですらさ、あのストレートで下りで200ちょいちょい出るわけじゃん、はい、でそこからこう振ってさらにこうじゃんでもすっごい車の動きが顕著に出てこんなに違うのっていう。確かにあれコース逆に良かったですよね、ショートで、うんうん、よく分かりやすかったですね。あの経験があるって今日この車ってすごいですね。いやだからもう試してみたいというか助手席から乗ってみたいと思ったそうですよね、いい動きしてるよ、してる。いやこれはもう持っとくしかないよ。2000回転から3000回転ぐらいでもグワッて NA でその低回転から来るちゃんとこうモリモリ飛んでるってすごいですよね、うんうんうん、パワーの出方がこう唐突じゃないしね、うん、フラットにこう出てくれるんで、いや最高、ありがとうございます。ありがとうございました。じゃあ最後になりますけれども、はい、もう最近992の GT3 アドレスが出たばっかりじゃないですか。なんか一部ではもう1号車も日本に入ってきてるとかっていう話ですけれども、はい、なんかそれとこう比べてもなんか色褪せない。いや全然、私まだ個人的にはこの方って結構好きな方多いんじゃないかなっていうふうに思ってるので、もうやっぱいいですよね。このやっぱり GT3 アドレスっても歴代そうですけど、うん、もうなんか色褪せないですよね、時間経っても、はい、なんでこういう車買い取りもぜひお任せいただければ頑張れると思いますので、はい、ぜひぜひお問い合わせください。というわけで今回はポルシェ 911GT3RS をご紹介させていただきました。車両の詳細は動画の説明欄よりご確認ください。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。